にちは、トガラシTVの動画を見ていただきましてありがとうございます。今日は神奈川県横浜にある赤レンガ倉庫に来ています。で、この赤レンガ倉庫で今日はご飯を食べたいと思います。一応オムライスを食べる予定です。じゃあ行ってみます。今回行った店は赤レンガ倉庫内の小さなフードコートみたいなところにある立花亭というお店です。洋食屋さんで、このお店は作っているところをガラス張りに見ることができます。フライパンの上で卵を混ぜている様子を見ているだけですごい楽しかったです。そしてできた料理がこちらです。デミグラスソースも卵も輝いていてすごい見た目が綺麗でした。早速食べ始めてみました。オムライスなのでどこから食べても同じ感じなんですが、見た目が綺麗なのでどこから食べていいのか迷ってしまうような感じでした。食べてみると本当にふわふわで、もう食感もすごい柔らかい感じで美味しかったです。でデミグラスソース自体にももちろん味はありますし、で卵も割とバターを多めに入れてこう溶いている感じなので、すごい卵だけでもなんかコクがあるような味で美味しかったです。でご飯のチキンライスっていうのかな、赤いチキンライスはチキンライスですごい食べ応えがあって、鶏肉もしっかり入っていて、もうそれだけでも美味しいんじゃないかなっていうような感じの料理でした。でも本当に一つの料理なんですけども、食べてて全然飽きずにガツガツと食べていけるような感じでした。やっぱりこのソースのかけ具合で美味しさがちょっと変わってくるような感じで、なかなか食べていて面白かったです。ということでこのままいっぱい食べ続けました。本当にね、このトロトロ感がたまらない感じですごく良かったです。また機会があったら食べてみたいなと思いました。それで終わりたいと思います。ありがとうございました。携帯電話が接続できませんでした。携帯電話を忘れていませんか。はい、ということで横浜の赤レンガ倉庫行ってきました。赤レンガ倉庫の中で、オムライス食べてきました。ものすごいトロトロで美味しかったです。やべえな、これカメラすげえ揺れちゃってんな。撮れた。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。